この東京11区の選挙区で、私たち市民と野党の皆さん方が力を合わせて統一した候補者を擁立し、そして勝利をしようということで、昨年11月に決定をいたします。安倍の何が、安倍政権の何が一番許せませんか、はい、頭にきますか。頭にきたの、はい、もう言い切れないほどある、うん、一つや二つじゃありません、そうですね、まあ、チェンジ国政の会は昨年暮れから出来上がっていて、はい、政策通りをいろいろやってきました、はい、で、候補者予定の方とも議論をしてですね、はい、一致した政策作りもやってきたんですけども、やっぱりまだ板橋区内で、はい、我々の活動が認知されていないと、やっぱりもっとですね、打って出ていくと、要するに区内のあちこちでとにかく我々動きましたぞと、こういう勢力がちゃんとねやれるんですよというのをアピールしていく、うん、そのためにはもう上り旗を臨時させて、もう全区内的にねあちこちでとにかく取り組みを示していこうと、区民に示していこうと、その第一弾で、今日は夕方4時からは、4時半から志村の方でもやりますし、とにかくあちこち機能もなりますからで取り組みました。ご案内の通り安保関連法、これは憲法違反、明らかに憲法違反である。この安保関連法によって集団的自衛権を解釈によって認めるということが行われました。しかし、この間私が思いますに、北朝鮮に対して外交上ですね、どのように行っていくのか、どのように対処していくのかということに関して、この安保関連法を改正して集団的自衛権を認めたところで、北朝鮮に対して対するですねリスクが緩和されるということは一切ない。その間一切の北朝鮮との交渉を行ってこなかった。その結果として今大変日本は厳しい状況に置かれているわけであります。また このハッピーロード商店街、回されていいんですか。そしてその両側には高さ100メートル、26階、27階建てのビルが建つ。そんなことになってしまったらアーケードもなくなってしまうんです。商店街というのはそこで働く商売をする人だけのものじゃないんです。そこに土地を持ってる人、お店を持ってる人だけのものではありません。そこを利用し、そこを皆さんと一緒に楽しんでる皆さんの財産ではないでしょうか。その発表ということは、もう数年前からいろんな人たちが論じている通りだということではありません。まず第一に平和主義に対して戦争しないという日本の本来の姿に立ち返ること、チェンジ国政板橋、よく板橋はすごく各地域で頑張ってるって言ってくださってるんですけども、実は蓮沼志村地域っていうのは脱原発運動では結構ですね、市民運動や共産党民主的運動含めていろんな人で頑張ってきたんですけども、実はちょっとこの間あまりこう、この地域で何かみんなでやるってことあんまりなかったんですね。で、選挙って面白くてですね、僕も好きではないんですけれども、選挙ってあいろんな人がやっぱり一気に出会ってつながるって、そういう面白さもあってあるんですね。これ賛同人会議で、この集会自身が実は賛同人会議で志村、蓮沼、前野町、その辺の地域に集まってるメンバーが賛同人集会で集まって、本当にその場でじゃあこの日集まろうと思って一気にですねこうわっと決まったんですけども、市民と野党の共闘、本当にすごい力を持ってるんです。昨年の参議院選挙では全国で11の1人区で安倍政権の候補者、これに打ち勝つことができました。続く新潟県知事選挙や最近では仙台市長選、ここでも市民と野党が本気の共闘を行えば安倍政権の候補者を倒すことができる、これが証明されているんです。このような政策を実現していくために、私たちは各地域の仲間と連携して運動を進めていきたいと思っております。来る9月7日